昨日もコンサート行きました。アーティストのみんなには、まあ、知ってる人がいたとしても罪はないと思うので純粋に応援したいなと思います。ジャニーズ事務所は今日午後に会見を開き、今後について明かしました。保証を求めない人が100、現在のジャニーズ事務所社名を変更いたします。そしてタレントマネジメントおよび育成の業務からは完全に撤退させていただきます。スマイルということ。会見で明らかになったのは、ジャニーズ事務所は社名をスマイルアップに変更して今回の性加害問題の補償のみを行う会社になることや、新たに個人タレントやグループと業務契約を結ぶエージェント会社を立ち上げるということです。関ジャニ8など名前にジャニーズが入ったグループも名称変更を行い、ジャニーズ事務所は事実上の廃業となります。会見を受けてファンは、被害者の方々がやっぱりジャニーっていう名前でやっぱトラウマを思い出してしまうっていうのを考えると、ない方がやっぱり被害者の方々もやっぱり嬉しいのかなっていう。ジャニーズ事務所は歴史ある会社名を捨てることを決断しましたが、今後は被害者や所属タレントに寄り添う再出発が求められています。